ウェット、急になんか大雨降ったらしいですけど、カフェで過ごしてて気づきませんでしたわ。降り方自体はそんなにでもないし、まあまあ安全には行くけど、そんな大したことの雨なので続行っす。と言っとりますが、この後ごっつう雨に当たり開き直るかのように大笑いしながら豊野の山地を走ること数分、ポタンプスポットベルカンプへと向かうのでした。なんか前回デュオライダー楽しそうやったな。見てて羨ましかったわ。というわけでポタンプの終盤戦、果たしてどこまでポイント伸ばせるか注目やで。地にこのようなリサイクルショップが。ここはリサイクル、リメイク、アンティークを融合させた資源循環型アップサイクルショップベルカンプ。 T シャツなどもあり、個性的なデザインも置いてありました。店内の雰囲気もよく、見ていてほんと楽しい場所やったで。今度リュック持ってなんか良さげなものあったら買って帰ろうかな。ちなみにここでも同じイベント参加者さんと、星シールをかけて、じゃんけんをしましたが、見事なチョキ作戦で勝利。まだまだ粘るで。さて、次に向かうは、みんな大好き、妙見山。ポタンプ1では、雪道で大変やったけど、今回はウェットコンディション。まあ、涼しいコンディションで助かったと言うべきか、登るなら、今しかないな。ほな、行こか。登ります。妙見山着いた。そこそこ疲労感残った状態で山頂到着後、他の参加者さんも登ってきはったので、星シールをかけてのじゃんけん大会。疲労感の中、頭真っ白やったんやろか、チョキ作戦ぶっ飛んでもうて敗北。ここで痛恨の2連敗、星シール尽きるのであった。どうしてパーなんて出してしまったのか。無意識に欲を出してしまったばっかりに敗北してしまいました。でもじゃんけんで負けてもポタンプは終わりませんわ。少しでも上位を目指して残り時間頑張ります。演技減ったやな。絶対落ち込んでへんやろ。まあ、欲しいル配り切ったってことで、オッケーや。妙見山もクリアしたことで、お腹も空いてきたな。というわけで、次に向かうは、カフェ、レイドバックさんで、お昼いただいて、すぐそばにあるジョウズ工作所で社会見学するで。あそこも、ユニークな工作を楽しめるので、めっちゃ気になっててん。じゃあ、行くで。はい。上から塗っていく感じです。そうですね、なぞってもらうと削れやすいかな。砂が当たり続けてるんでへこんでいくという。なるほど。あ、そういうこと。結構木目がね際立ってくると思うんで、だいたいそれぐらいで。あ、なるほど。僕逆勘違いしてました。まんべんなく行けたら OK です。そんなもので OK です。顎行けてます。はい、行けてます。パーフェクトです。なるほど。はい、ありがとうございます。いや、ここの工房は
かったです。今回のボタンプも上手工作所にて体験工作ができました。いろいろ勉強にもなるボタンプ2、本当に面白いイベントやね。さて次の目的地やねんけど、不動109号線を通り目指すは美山の里。玉田がとても綺麗で有名らしいわ。多分前回は違う名前のスポットやった気がするんやけど、ここほんま感動するで。ではご覧あれ、今回のベストフォトスポットや。やばいでしょここ、109号線めっちゃ感動なんですけど。まあ今5時、終了が7時10分、集計の登録するのに30分かかると考えたらあと2時間半です。というわけでここで終了にしたいと思いますと言いたいけど、まあ2時間ギリギリなのでもうちょっと頑張ります。でここのカメラはもうほぼ終了なので、もうあとは走る自信はないと思います。なので次どれくらい撮れるか分かりませんが、最高。もうこんなんもほれるしかないやん。最後長き相川ダム目指してます。これすごいね、この道まさに自転車サイクリングロードの見本としてもいいんじゃないですか。最高っす。ここもうあと下ってふもとへ降りるだけのはず。じゃあ行きます、ラストスパートへ。一応途中で定めた最終目標でもあるフォトスポット相川ダムに到着。ここはまだまだ建設途中やけど、時々遊びに行くたびに進化していってるのがおもろい。今上げてる写真は後撮りやねんけど、このような綺麗なつづら折りロードはできてたりしてるわ。この周辺の今後がとても楽しみや。さてそろそろ残り時間も少ななってきた。コスモス、そろそろ終わろうか。そうですね、そろそろ集計に入らないと危険でしょうし、ここで終わりにしましょうか。今回のボタンプツ本当に楽しめましたし、十分か。今何かとてつもないものを感じました。具体的に何かというのは答えにくいのですが、ただ一つ言えるのは、本当にここで終わってしまってよいのでしょうか。急にどないしたん。まだやる気あるんやったらええんやけど。ここで終わったら後悔しそうな気がするのです。もう少しボタンプツ私に付き合ってもらっても構いませんか。さてあとどれくらい頑張ろうか。それにしてもこのうずく感覚なんだろうな。見えない誰かと競い合っている、そんな感覚不思議だな。このたぎる感じ嫌いじゃない。よし次はあそこ登るとするか。見えないどこかの誰かさん、時間ギリギリまでよろしく頼むよ。
今回は新エリアも登場し、さらに北雪を知る良いきっかけになり、本当に楽しめました。中でも新エリア相川ダム周辺はとても将来的に楽しみな場所ですよね。さて、時間も終盤、夕方5時過ぎになり、いよいよ迫る制限時間。ついにホタンプ2も次回最終回を迎えます。突然現る謎のキャラクター、見えないもの同士との競い合いが始まります。一体どのような決着になるのか、乞うご期待。気に入っていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。